日か。いや、残念ですよ。皆さん聞いてください。ですね、僕の大好きなアーティストが今日亡くなりました。自殺です。残念です。ですね、人気ロックバンドというかね、もう伝説のバンドですね。2000年にデビューしたリンキンパークなんですけれども、2000年にハイブリッドセオリーっていうアルバムでね、デビューしたんですけど、残念ながら、ボーカルが死んじゃいました。シェスター・ベニントンさんが、昨日ロサンゼルスの自宅で首を吊っていたそうです。残念です。悔しいです。もうリンキンパークは新しい曲ね、せっかく出すっていう、アルバム出すっていうね、来日はもう無理ですね。残念です。リンキンパーク解散かな。残念ですよ。リンキンパークみんな好きだった？いやー、自殺はしてほしくなかったなー。悔しいよ、俺は。リンキンパークはね、メテオラっていうアルバムが好きだったな。ナムとかね。ランナウェイとか。なんで死んじゃうんだろうな、みんな。ちょっと悔しいですよ、僕は。正直、本当に悔しいです。リンキンパークヘビーで聞いたんだよね。なんかドラッグが抜けてなかったのかな。どうなんだろう。それともフリーメイソンに殺されちゃったのかな。いや、また2、おはよう。おお、ケンさんはどつ？おはよう。グッモーニーエブリワンだね。カニパン、おはよう。はどつ？残念だよね。おはよう。青さん、風船ありがとう。おはよう。おはよう。ありがとうね。風船ありがとう。おはよう、やすさん。おはようございます。おっぱよ。バーガー5個ありがとう。やすさん、いつもありがとうね。おはよう。なんとですね、僕はですね、昨日ですね、パチンコ2万円勝ちました。はい。2万円勝ちましたよ。もうお金がないないって言ってたじゃん。お金なかったんだよ。そしたら5000円で出た。なけなしの5000円で、いくら出たんだろう。5000円を使って、3万円ぐらいになったのかな。3万いくらになったんだ。うん。だから、まあ、5000円ぐらい買ったんだよね。あ、じゃあ2万ぐらい買った。おー。サクッとやめたけどね。5000円で、
9000発出てサクッとやめましたよ。サクッと。勝ち逃げですよ。勝ち逃げ。男は黙って勝ち逃げですよ。黙って。これでなんとかしのげるんでね。僕はしのぎ切ろうと思ってますよ。うん、あと、俺クラスの成功者になるともう水道水飲まないから。俺クラスの成功者になると、エビアン飲むからね。うん、ついに水を購入するようになったよ、俺は。水を購入するように。でボルビック売ってないよね、最近。ボルビックが良かったんだけど、クリスタルガイザーとか、エビアンでしょ。でも香水なんだよな。ちょっと硬いんだよね、これ。エビアン。まずい、正直言うと。エビアンの水は俺合わない。うん、すごいセレブでしょ。水を飲む。クリスタルカイザーがいい。うん、クソカツカウス、おはよう。エビアン美味しくない。これ飲みやすいんだよね、これ。これ飲みやすい。アルプスの天然水。やっぱ日本人の水、軟水がいいのかな？軟水がいい。これ軟水かな？軟水か、やっぱり。やっぱ日本人は軟水が合うのかな？これ飲みやすいんだよね。あ、やっぱこっちの方が飲みやすい。全然違う。全然違う。なんか痛いよね、海外の水はね。香水は水痛い。なんか喉にダメージがすごい。分かった。でもエビアン飲んでるっていう成功者ぶりたいから、分かった。俺はエビアンそれでも飲む感じでいきたいから、こうコラボレーション。南アルプスの天然水をエビアンに入れるっていうこの奇跡のコラボ、これをやることによって、お、ワード一味違うねって、ワードエビアンしか飲まないんだっていう、こうカムフラージュをね。よし、これでいこう。コントレックスとかあんな体に悪いでしょ。これで俺はもう本当の勝ち組だよ。うん、やっぱエビアンだわっつって。中身軟水、硬水だからミネラルウォーターが必要。日本は軟水だから必要ない。説明になってなくない？どういうこと？欧州は硬水だからミネラルウォーターが必要？硬水だからミネラルウォーターが必要の意味が分かんないんだけど、佐藤は。白水が需給820円で、白水って人が誰だか分かんないね。あと、あの、1D さん、モトポンさんさ、あの、よく読んどいて、俺のプロフィール。ブロックの基準、抵触してるから。イエローカードな。力水ね、懐かしいね。今から仕事、さくらんぼ頑張ってね。頑張れー、ファイト。ちょっとペニーの枠のタイトル面白いよな。晩覚悟、朝の散歩雑談。隠れ熊の実ありがとう。俺ちょっとこのセンス好きだな。晩覚悟、朝の散歩雑談。何が起こるんだっていうね。なぜ朝散歩するのに晩覚悟なんだっていう。このセンスはちょっと好きだな。そうそう。朝の散歩雑談で晩を覚悟するってね。ちょっといいね。あ、俺、ペニーちょっとセンスいいなと思ったわ。爽やかに晩。風船5個プレゼントありがとう。最近流行ってるんだ、晩覚悟って。何でも晩覚悟って入れる。大事だね。うん、侍だね。あ、いいね、返しもいいね。クソカツカツ、今日も切れてるね。侍だなっつって。はい、 NG でーす。侍だねーっつって。そういうね、ノリ好きだよ俺。うん、返しが大事ね、返しが。
知性のある人しか食いついてくれない俺の米。あのね、でもね、クソカスカオスは、トーク聞いてるけど、人数増えないタイプだよ。俺と同じジャンル。俺、全く同ジャンルでやってる気がするもん。本当にやりたいトークは。本当にやりたいトークはクソカスカオスと同じジャンルなの。被ってるの。でも、このジャンルで俺、この人数集めてんだよ。まあ、苦しいよ。そこの畑は、サブカル畑は、ほんと苦しいから。いかに大変かわかるでしょ。そこの畑でね、200人集めるのは大変ですよ。4年かかるよ。だから、分かってんの。俺、人が増えるタイプじゃないって、自分で。いや、よく頑張ったと思うよ。白雪さん、おはよう。初コメありがとうね。もしよかったらフォローしてください。この畑は辛いよ。いや、まあまあ、30はね、いいと思う。30はもう放送が成り立つレベルになってるから、よくあそこまで持っていったなって。クソカスカオス、顔がいいのね、有利だよ。ちょっと。顔、味があってすごい。うん。クソカスカオスとちょっと対談してみたいよね。外人の血が入ってんの？外人なの？クソカスカオスは。なんか日本人離れしてない？しかもなんか、イタリアとか、そっちの血が入ってそうな気がするんだよね。日本人、え、嘘？ぷわっぷわの日本人なの？マジで？いや、絶対おかしい、絶対おかしい。あ、そう。俺知らなかったんだよ。だと思う。いや、なんか外人の血入ってそうだけどね。自分でも思わない。自分で思わない。俺外人なんじゃねえかって。あ、ピュア日本人なんだ。どっからどう見ても外人に見えるかな。あ、そうなんだ。フォローありがとう。親のルーツがわかんない。両親親戚。あ、そうなんだ。へえ。なんかかっこいいね、親のルーツがわからないって、うん、おはよう細田さん、おはようございます。なんだろう、マイクの調子悪いな今日。マイクかよく言われるから思う、うん、そこスカオスはちょっと。でもミュールはどうなんだろう、受けるのかな。多分そっちの畑じゃないと思う。ミュールは多分ついていけないと思うよ。マキロおはよう。クロボスおっさん。無国籍顔。あー、大陸だと便利。あ、そっかそっか。あ、そういうのがあるんだろうね。クロボスおっさんおはようね。要はね、ドラッグとか音楽とか旅とかの話だから、なんて言うんだろう。なんて言えばいいんだろう。ちょっと難しいんだけど。配信見るのは関係ないっすね。見るのはレッツノートじゃなくて全然いいです。配信をするのがレッツがもう最強なんですよ。もうどう考えてもレッツ一択なの。行き着く先はレッツなの。俺もうんちく垂れた。マックだとかなんだとか。別に格安パソコンでいいとかいろいろうんちくたれたけど、まあレッツノート強い。もう最強ですよ、レッツノートは。むしろね、外配信のために作られたと思ってます、僕は。初見さんいらっしゃい、あんこさん。石野さんは和道さんから見てどうですか？いや、俺友達だよ、あんこさん。もう石野とは3年の付き合いなの。友達です、僕からすると。むしろあいつツイッターにも書いたけど、あいつは本物ですよ。ドープだよね。ドープだよ。だから、2、3枠眺めないと無理だと思う。あ、スピリチュアルな話はいいかもしれないね。朝、そうだね。元気出してこうと思って、最近ちょっとバット入ってたから。あれはね、壊しちゃったらしいね。レッツノートってあんな簡単に壊れないから確信犯なんじゃないかと思ってるけどね。あんな壊れ方しないよ、レッツって。のぶりさんおはよう、先んちょはおはよう、セクシーおはよう。石野はあれでいいんだよ。石野はあれでいいの。
って思う。嫌いな、あのね、っていうよりも、嫌いな人は見る、基本的には俺、石野と同意見なの。あんこさん気分悪くしないでね。石野の言ってること 100% 理解できるし、あいつは素直なだけなの。ただ、言い方が下手なの。言い方が下手。で、俺は俺で、石野と違う部分があるの。別に無料で見てくれてもいいし、みんな一緒に楽しもうって。で、煽ったりはしないの。だけど、石野が極端に嫌いなのって、人の生き方に干渉されることなの。石野康介っていう生き方があるでしょ？それに対して働けって言われたりとか、そこについて噛みついてんのよ。よく見ると面白い男なの。ただ、好き嫌い分かれるから、もし不快になったら見ない方がいい。俺は石野大好き。俺にはできない生き方してるから。あいつは、そのプライドのせいで、ホームレスまでなってんだよ。で、ホームレス続けたかんね、あいつ。うん、俺は石野好きだよ。ただ、俺は別に強要しない。石野を囲えとも言わないし、別に嫌いだったら見ない方がいいんじゃんって。ただ、石野のやり方は間違ってると思ってる。うん、石野は大好き。まあ、ぶれないでほしい。ただ、石野の配信スタイルは間違ってるとは思うけどね。間違ってるっていう言い方変だな。俺はやらないって感じ。うん、ね、石野が言ってるの、それはね、同意見。才能のあるやつは配信やらないよ。本当に芸を持ってる、本当に才能があるんだったら、配信者になってないって言ったの、あいつは。俺、その通りだと思うよ。芸能界行くでしょ。うん。もしくは、なんか、一流なことやるでしょ。人間の墓場だっていう、感じなの。海門さん、はじめまして、わざつ。ゆかちゃん、おはよう。レッツモートはそんな簡単には壊れないはずなんだけどな。しかもあれ買ったばっかりのやつでしょ。なんであんなことになるんだろう。でもね、やっぱりね、俺思うんだけど、人にとやかく言っていいやつはお金払ってる親だけだと思うよ。子供に何々しなさいって言うだけね。言う権利があるのは親だけ。もしくは、スポンサーとか金出してる人しか言う権利ないって思うのは、まあ一理あるよなぐらいには思うよ。うん。だってさ、お前の生き方間違ってるよ。お前俺の言う通りに生きろよって言う権利なんかないんだもん。うん。だったら自分でやればって思う。うん。その生き方正しいと思ってるんなら、おう、琴音ちゃんいらっしゃい。うん。生き方、俺の方が正しい生き方なんだよって言うんだったらさ、自分でやればいいじゃん。うん。その方がお金稼げる、その方が幸せになれるって信じてるんだから。うん、俺は、そこに関しては同意見。ただ、言い方だよね。言い方がちょっと癖があるだけでさ。まあ、俺はキャラ立ってるから好きだけどね。石野が。そうそうそう。新八丁レッツノート速攻壊れた。釜揚げの時に壊れてるはずだよ。すごいよな。あれ30万以上するかもしれないんだよ。結構高いやつなんだけどね。質問しただけで知恵遅れなんて言われた。ああ、まあ気分は良くないよね。まあそれがあいつのスタイルだからさ。俺はそういう風なコメントはしないけど。保険狙いかな。いや、多分ネタ作りだと思うかな。俺の予想。か、普通にぶっ壊したか。うん。配信者ってパソコン異様に大事にすんの。クソカスカオス見てたかどうかわかんないけど、はい、海もんさん花火ありがとう。風船ありがとうね、足立さん。スライム可愛いでしょ。配信者って異様にパソコン大事にすんの。だから、ドレさんのリスナーさんに俺ブチギレだもん、オフ会の時。俺のパソコン勝手に触りやがって、勝手に触っただけで俺ブチギレるぐらいだから。だって、侍で言ったら刀だから、これ。俺本気で切れたもん。二度と触んのよ、バーバーっつって。俺そういうこと言わないじゃん。絶対言わないじゃん、リスナーさんに対して。俺、のんちゃんにも言うし、初対面の人でもブチギレたもん。そう、これは人のパソコン触るなんてマナー違反にも程あるよ。そう。だからね、ちょっとどうなんだろう。うん。俺だったら壊さないよね。ノブリス風船参加ありがとう。
そうだよ。眺めるのが一番面白いんだよ。茶化すっていうかね。うん。うい、わだつえ、シムさん。ごめんね。コメント拾えないで。うん。相方っていうか、やっぱ、刀っすね。人のパソコン触れられるのは本当に嫌だ。なんでかっていうと、すげえ計算してやってんの。すげえ大事なの。これなかったら仕事になんないっていうのよくわかってるから。本当に苦労すんだよ。パソコン一台ぶっ壊れるだけで。高山はどっち？おはよう。そうそう、おはよう。食いぶちだよ。本当に食いぶち。例えばさ、みんなが画家で描いてる途中の絵のキャンパス触られたら怒るでしょ。みんながじゃあ音楽のプロアーティストで楽器とか勝手に弾かれたら怒るでしょ。おい、何やってんだよって。まだ、声かけてくれたらわかるよ。あ、ごめん、触らないで、とかさ。声かけて、触ってもいい？って言われたら、勝手に触るのはマナー違反ですよ、絶対。iPhone も大事だよ。ケーブルも触れられたくないもん。うん。なんでかっていう、ケーブル一本抜けるだけで電波飛ぶから。で、その時に神回起こったら、俺アウトなんだもん。うん。絶対ダメでしょ。いおりさんはどっち？おはよう。うん。俺はだから、そういう感じかな。嫌だなと思う。データのバックアップはクラウドで取ってますね、僕は。クラウドですね、全部、最近。クラウドにはまってます。Google が出してるのめちゃめちゃ便利、クラウドは。あ、バエさんが爆走蹴った理由そこなんだ。じゃあ爆走が悪いよ。パソコン勝手に触ったんだったら。いいちこさん、旅はやめたのか。配信見てないだけですね、あなたが。綺麗に、どうだろうね。綺麗に、まあ、人よりも吹いてるとは思うけど。昨日のスカウトの件は、ごめん。契約は結ぶ。だけど内容は、これだった、やっぱ。申し訳ない。Google ドライブも、Google フォトがすごいね。Google フォント無制限、高画質。ネットの殿様さ、邪魔するのは良くないと思うよ。200人今見てんだよ。で、あなたが旅のことを知らないっていうのは、俺の放送普段見てないからじゃん。あなたに問題があるんだよ。質問するんだったらさ、敬意を払おうよ。敬意を。おはよう、ラッキー。大切なものっていうか仕事だから。仕事だから。ふわっち NG？ 何が？あ、違う。ふわっち NG じゃなくて機密保持契約。要は中身を公表しないでくださいっていう。だから俺が言えるのはスカウトが来てるっていうことと契約結ぶぐらいしか言えない。内容については言えない。申し訳ない。交渉したけどダメだった。だから契約結びます。晴れて。初見さんいらっしゃい。ドラパンダさん、どうも。人に何かを聞くのっていうのは敬意を払ってほしいよね。敬意を払ってほしい。人が喋ってる間に話終わるんだから。まあ契約多めで大丈夫です。はい、ありがとう。そう、スカウトの内容っていうのはオフレコでっていうことだったんで。まあ、スカウトが来たっていうことぐらいは言わせてもらいますよ。会社名出してないんで。カメラの角度こっちがいい？あ、オッケーオッケー。おはよう、ハートありがとう。ハートありがとうね。楽しんでってね、みんな。自己主張がしたいなら自分のサイト立ち上げるとかブログ書くとかさ、放送やるとかしてください。でしょ？みんなで楽しむ場だから。次はね、大阪行こうかなとか。ネットの殿様ね、何にも分かってないから、どこ行くか言うわ。俺は好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやりたいので、未来と過去はないと思ってるの。だから今やりたいことだけやるために生きてるんだわ。だから次どこに行くかは俺がその時何を考えてるか次第。
俺、北海道に行くって言ってたの、ずーっと。北海道行くねって言ってたけど、結果行った場所、沖縄だったんだよ、セゴロの後。そう。だから、もう好きなことしかやんねえから。うん。ただ、やりたいことがあるのは事実だけど、別にみんなと約束してるわけじゃないからさ。だから約束破ったっていう被害妄想はやめてほしい。うん。好きなことやって、それを眺めてほしいかな。ドレさん嫌いですよ。はい。契約はぜひって言われたんで。すごいいい会社でしたよ。和道さん、契約はどうなんですかって、結ぶ感じなんですかってミーティングの最後に言って。いや、もう和道さんがもしやっていただけるっていうのであれば、ぜひって。で、それが面白かったのが、あんま言えねえんだよな。あんま言えない。まあ、言える範囲で言うなら、まあ、面白くなりそうだなって。なんでかっていうと、配信者にほとんど声かけてないの。なんで僕なんですかって言ったの。なんで僕なんですかって。明らかにおかしかったから、サイトのノリっていうか。そしたら、サイトのそのスカウトの人たちが配信詳しくないんだよ。そこのサイト面白いのが。あんまりサイトのことを詳しくなくて、いろんなところを見たの、その人たちが。それで、もう極端な話言うと面白かったのが、配信者じゃない人に声かけまくってんの、その人たち。要は自分たちのサイトでこの人たち欲しいなっていう人たちに声かけてるから、ジャンルがバラバラなのよ。面白いことに。で、面白いメンツなの、正直言うと。うん。正直言うと。それ大丈夫かでしょ。だけど逆に俺は面白いと思ったの、それが。そう。そこ、で、なんで僕なんですかって言ったら、いや、ふわっちを拝見して。だから、俺のネームバリューとかじゃないの。俺の、だから、俺が配信で飯食ってるとかも知らなかったの。ミーティングの時に、えー、って。そしたら逆に教えてくださいってなったのよ。その業界のことを。で、こうでこうでこうでってなって。カオスでしょ？だから、極端な話、芸能人の卵とか、YouTuber とか誘っちゃってんの。すごくない？ YouTuber とか誘っちゃってんの。絶対 NG 出るな。だけど逆にそれが面白いってなって。で、面白かったのが、インスタグラムをやってる可愛い女の子に声かけたら、泣き出したんだって、ミーティング中に。私貧乏なんですって、お母さんにって、もう本当に嬉しいです、助かりますって、これでアルバイト辞められますって、泣く女の子とかいましたよって。そうなんだよ。だから面白いと思ったの。だから俺契約結ぼうと思った。その話聞いて。要は単純にザッピングしていろんなところを見て、Facebook、Twitter、Instagram で配信サイトとか見て、この人だって会社が選んだ人なんだって。だから俺の経歴とか全く知らないの。びっくりしたよ。配信ってやったことあります？って言われたんだもん。びっくりでしょ？びっくりでしょ？で、なんで僕なんですかって言ったら、あ、ウケそうだったんですよ。あ、そのビジュアルとか喋り方があって。それは単純に面白いと思ったよ。あ、だからこのメンツなんだって。だから、その有名某配信者たちに声かかってないんだっていう。そう。で、なんで僕なんですかって言った時に、要はね、モデルとか綺麗どころばっかりなのよ。で、女子8割のサイトなの。で、要は、イケメンジャンルとしてスカウトされてんの、俺。イケてる男子としてスカウトされたの、俺。なんか要は、女子の奥様方に受けそうっていうことで。笑うっしょ？笑うっしょ？だから俺びっくりしたのが、社長から言われたのが、社長とは5分と会話したんだけど、何言われたかって、アイテムのこじり方を言われたんだよ。分かってるのに。もう黙って聞いてたけど、アイテム1個でももらったら、要は、ふわっちゅう言うところの風船でももらったらリアクションすると喜ばれますよって、そういうことできますか？みたいなこと言われるのよ。トークは切らさないで笑顔でできますか？って言われて。いや、俺もう4年これでやってて、もう俺これで飯食って1年経つんだけど、みたいな。ありがとう、花火ありがとう、匿名さん。もう本当にコンサルみたいな、もう育てる気満々なのよ。だから、いや、もう結構やってるっていうのを、その部下の人が知ってて、部下の人は 気遣ってくれたけど、いや、知っとるかなっていう。
そう、高額アイテムだけリアクションしちゃダメですよ、みたいなことを言われて。いや、俺の方が絶対詳しいんだけどな、みたいな。そう、トーク。だから、1日どれくらい配信とかやる予定ですか？どれくらいやってるんですか？つって、ああ、まあ、4年間12時間平均でやって、3日休んだことないです。つったら すげえ、みたいになってたよ。こいつ頭おかしい、みたいな。えって、それで食っていけるんですか？みたいな。あ、まあ、最近は、みたいなこと言ったら。分かってないで誘われてんの。そう。実績で誘われたわけじゃなかった。笑うよね。うん。笑えるっしょ。いや、だから面白くなりそう。うん。いや、めっちゃ笑うっしょ。うん。そう。いや、だから面白くなりそうだね。うん。で、まあ。で、もし必要だったら、ミーティングもするし、企画のコンサルもやりますよって言ってて。必要なかったらいらないですって言って。だから、誰が当たるかわかんないよ。本当に。誰が当たるかわからない。うん。おはよう、バタフライテール。どう転んでも面白いよね。だから、本当に俺のと沖縄配信をたまたま見たんだって。沖縄配信をたまたま見て、あ、この人だってなったらしいよ。あ、この人面白そうみたいな。この人うちにぜひみたいな。ほ ーみたいな。うん。いや、面白いよね。うん。そう。ただ言われたのは、すげえと思ったのが、知り合いとかいるんで、もし配信、要は雑談界隈、日本のことだったら、まあ、知り合いもいるし、まあ、それなりに知ってるじゃん。もしよかったら、そういうのとかも全然シェアしますよって言ったら、あ、じゃあ若い子に、ティーチングとか、ね、情報のシェアとかお願いできますかって言われて、社員とかにもって言って、あ、もちろん大丈夫ですよって言って。その時に誰か声かけたい人とかいます？って言ったら、まあ、そこだよね。新やっちょさん、ちょっと、どうにかなりませんか？新やっちょさんっていいですねって。だから新やっちょジャンルとして。新やっちょ系ですよ、僕。今。全く配信を知らない人からパッと見た感じ。新やっちょと俺は同じジャンルにいるんだよ。キャラ変成功にも程があるでしょ。うん。和道さんの旅、ああ、旅行代理店ね。ああ。スポンサーは取りたいなとは思ってるんだよね、本当に。ギャラの問題とかは全然あれで、スポンサーとかを取っていきたいよね。笑うっしょ？ジュノンボーイハッシュタグがギャグでやってて、受け狙いでやってたのに、多分、あ、この人、ネット系ホストの人だってなっちゃったんだよ。ギャグでやってたのに、あ、この人、奥様方に人気の、本当に、ホストの、ネットホストの人だってなったんだよ。多分、向こうの人は。俺のギャグが、勘違いを読んで。ねえ、ただのポケモン使いなのにね。ただのポケモンマスターなのに。いや、笑うよね。何があるかわかんないわ。本当何があるかわかんない。お、エミネムおはよう。おはよう。うん。スポンサーで欲しいのはレッドブルーとか。レッドブルーはいいや。モンスターエナジーの看板背負いたいかな、ちょっと。この辺にモンスターエナジーのロゴを背負いたいよね。いずれは。ワールドワイドになって、こう、規模がでかくなっていったら。おはよう、クワさん。お疲れっす。さ、頑張ってますね、配信。本当に。クワさん、見ますよ。ロムってるわけじゃないですけど、トップページで見て、あ、頑張ってるなと思って、徐々にファン、増やしていった。命がけのなんかね、ポケモンは連れていかない。あ、でもお試しって感じかな。そこで、結果が出るかどうかわかんないから。そこで結果が出るかどうかわかんないから、まあ、とりあえず試すっていう感覚、それは伝えたの。もう立ち上げで正直、怖いと。で、課金があるサイトなんだけど、どうなるかわかんないと。
で、腹割って話したの。ぶっちゃけ怖いっすって。契約のね、お金があるからやりますけど、そこで結果出せるかもわかんないし、もちろん全力ではやりますよって言って。いや、いいんですよって言ったら、そしたら腹割って話してくれて。結構仕掛けてるの、その会社は。で、ぶっちゃけ話題性が欲しいと。いろんな人にやってもらって。だから仕掛けてるんですって。だから、変な言い方ですけど、お客さん、ちょっと、呼び込んでくださいよっていう。要は、閲覧持ってきてくれと。そこも、あれなんで、そのためのギャランティーでもあるんでって。すごい気持ちよく腹割って話してもらえたから、よかったよ。なかなかね、それ言わない会社が多いから。なくなっちゃったね、フリーランスさんね。悔しいよね。リンキンパークのボーカル自殺しちゃいました、昨日。風船5個ありがとう。久保田さんいらっしゃい。おはようございます。まあでもニコ生の時から考えたらね、俺の配信にギャラが出るんだぜ。どれくらい出るかって想像つかないでしょ、みんな。あ、でね、独占契約は断った。正直独占契約のプランもあったんだけど、無理ですってはっきり言った。僕不安定があるんで。っていうか、無理なの分かってて言ってた。ダメですよね、独占は。ごめんなさい。独占契約も誘われたけど、ふわっちの収入捨てるわけにいかないし、ふわっちも恩返さないといけないわけじゃん。ふわっちのリスナーをさ、ないがしろにするほど勇気はなかったわ。自由にやりたいっつったら、あ、もちろんですって言ってもらえたから。独占契約だと、ちょっとね、良くなるんだけど、そこまで勝負はしなかった。バッツリ。だから、まあ、ウィンウィンじゃないのかな。なかなかいい契約で結べたんで。多分みんなが聞いたらびっくりするよ。契約内容が良すぎて。どんだけ VIP 待遇だよっていう。そんな契約聞いたことないよっていう。良さそう、良さそう。まあ、どうなるかわかんないけど、どうなるかわかんないけど面白くなりそうなの。例えばさ、海外のサイトなんだよ。どれくらいダウンロードされてると思う？予想。予想書いて。今まで実はもう立ち上がってるサイトなの。で、日本法人が立ち上がるだけなんだけど、どれくらいのダウンロード数だと思う？ダウンロード数書いてみて、みんな。予想。海外の結果。予想書いてみて、みんな。みんなの、ざっくりでいいよ。そこが結構俺は、あ、いいんじゃないっていうか、面白そうっていうところなんだよね。ざっくり予想書いて。1500万ダウンロード。ああ、まあ、1500万ダウンロード相当だからね。1500って相当だよ。なんでみんな書かないの？ ?800 万ダウンロード。はいはいはい。まあまあまあ。800万ダウンロードか。まあ相当。ツイキャスがどれくらいだっけ？1億って日本人口カバーするくらいだよ。それ、グーグルだよ。880万ダウンロード。ふわっちがどれくらいだろうね。ふわっちが100万ダウンロードかな。ふわっちが最近出したのが100万ダウンロード突破しましたって。ふわっちが100万ダウンロード。35万ダウンロード。300万ダウンロード。まあまあまあ、いい線だよね。35万。あ、これから伸びそうだね、みたいなね。ふわっちがだいたい100万ダウンロード。1年間やって。それを基準に考えてほしい。1億なんていうのはもう、マキロは業界のこと分かってない。よし！チャッパさん、おはよう。大陸系なら、はい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 。
ああ、まあ、大陸シェア取ったらね、中国だとね。ああ、なるほど、なるほど。それなら300万ダウンロードぐらい。それがなかなかすごくて。おー、ありがとう。3倍も、ああ、すごい、ありがとう。3倍が出たよ。ランキング3倍ありがとう。ドルフィン3倍ありがとう、みすけさん。それがすごいのが、2700万ダウンロード。2700万ダウンロード。まあ、すごいよね。まあ、すごいよね。なかなかだよ、これ。2700万ダウンロードがもうすでにされてるサイトなの。すごいでしょ？そこの日本法人から使うときたの。で、さっき大陸系って言われたけど、まあ、まあ、すごいよ。男の人で1日に稼いだ額の最高額が2000万だって。ワンデーで稼いだ額だよ。男の人だよ。2000万だって。チャイナマネーですよ。もうだから、資金潤沢なの。だからみんなが思ってるよりぶっ飛んだ額で契約。すごいよ。来るよ。多分。スタートの立ち上げがうまくいったら、このサイト来ると思ってるよ。すごいよね。そこの一期生みたいなもんだからね。日本法人で誰も知らないでもう情報つかんねんの。だから張り込んでおいて、もし若い、でね、多分ね、俺の予想なんだけど、LINE ライブとか、そういうノリになると思う。要は普通の配信者が見ない。若い子がガンガン使う系だと思う。だから配信見たことありません。文化わかりません。だからもう超やりやすいの、俺からすると。向こう激アツ。もう額が違う。だって俺、デモ画面見せてもらったの。アクティブ何だったと思う？アクティブ。女の子の、昼の12時のアクティブ。あ、昼の12時じゃない。夕方17時だから、5時って暑くないじゃん。ゴールデンタイムじゃないじゃん。ゴールデンタイムの女の子のアクティブどれくらいだと思う？夕方5時のアクティブ。トップ。女の子の。リアルタイムでパッと見たやつ。今トップ見せて。水増しなし。水増しなし。だ人口が、中国人で人口わかるでしょ。おはよう、ゆりちゃん。普通の女の子だよ。普通の女の子の夕方5時。要はゴールデンタイムじゃない人のアクティブ。どれくらいか書いて、予想。俺、やべえなと思ったもん。夕方5時のアクティブ。3000ね。3000。4万。5000アクティブ。アクティブ5000。わ かる？普通の何でもなくて寝転んでこうやって雑談やってるの。普通の子がだよ。それで5000。抱えてる規模と違うわ。やっぱり。あちゃーでしょ。だって5000アクティブってこれこれとかさ、石川紀之でも叩き出せないのよ。普通の女の子。もう、要はね、どんな感じだ？リナ猫みたいな感じ。実力的に言うと。もうパッてわかるじゃん、配信者の実力って見たら。もう正直リナ猫ぐらいの実力よ。いや、日本で言うと200ぐらいだろうなっていう子が、向こう5000。こうやって。ああ、ありがとう。相手もありがとうって。何々さんどうもーってやってるだけで5000。で、アイテムのスピードが違う。もうバン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 もうずっと打ち上がってる。人口の差だよね、これが。分母が全然違うっていうのがよくわかった。要は実力じゃないんだよ。分母なんだよ。だから、一番最初に社長に指示されたのが、中国語で中国できませんっていうプラカード絶対持った方がいいっすよって。絶対見に来るんでって。中国語とか何々語っていうのを用意しといて、アイテムくださいとか、ごめんできないんだ会話がっていうのを持ってないと成立しないって言われた。そういうところで勝負しないとダメだって。もしだからかっちりハマったらもうとんでもなくなるよね。
そうなんだよね。そこが不安、ケンさん、俺は。それが当たるのかどうか。要は、オープニングのスタートの切り出し方だけど、でも、なんで俺は面白いかって思ったかっていうと、さっき言った通り、声かけてる人間が多いの。スカウトの規模がとんでもないのよ。こんな規模で動いてる会社見たことないの、正直。全員に金払って、やってるわけでしょ。だから、もしかしたら一発でドカンっていく可能性がある。バズして。で、こけたら終わりだろうね。ポルポルさんいらっしゃい。いや、わかんないよ。だから、その、オープニングの奴らがどれだけ客引っ張ってくるかな。あとは、その、俺とかさ、他の人たちがやって、配信を稼げるって噂になって、ガンガン来るかっていう流れを作れるかどうかな。でも当たったら正直人生変わると思ってる、俺は。それがね、ネットの友さん、面白いのがライバルがいないんだよ。俺の場合は。俺の場合、ライバル皆無なの。なんでか教えてあげようか。女の子のサイトだから。要は、配信者のユーザーは8割女の子なの。男がいないの。すげえ面白い現象起こると思ってて。ハマったら。ハマったら、本当にやばくなると思ってて。面白いよ。楽しみでしょ。まあまあ、みんな楽しみにしといて。だからみんな俺のツイッターチェックしといた方がいいよ、正直言うと。もう、はっきり言う、2ヶ月以内に始まる。2ヶ月以内に始まるから、絶対ツイッター、俺、ふわっちで告知流さないから。ふわっちから誘導は一切やらないです、僕は。ふわっちの客はふわっちの客なんで。で、もし見たかったら、Facebook か YouTube か Twitter か、これ、フォローしておかないと、乗り遅れるよ、初日。絶対ツイッターフォローしといた方がいい。こけてもメリットあるよ。なんでかっていうと、俺保証されてるから。契約されてるから。そう。ぶっちゃけた話、遊ぶだけだもん、俺は。で、ハマったらドカンだから。悪いことが一つもないの。ツイッターは絶対フォローしといた方がいいよ。ツイッターに告知行くから。負けた時は何もない。フワッチに戻ってくるだけだもん。マルキーニアスいらっしゃい。絶対、ツイッターかフェイスブックか何かしらの SNS 登録しとかないと、見逃すよ。でっかい流れ見逃す。絶対。フォローして。ともやん、おはよう。これは面白いことになるよ。配信やっててよかったなと思ったもん。めちゃめちゃ好待遇だね。めちゃめちゃ好待遇。あと、何がでかいって、こういう実績を作ったっていうのがでかいよね。要は、他のサイトがないがしろにもう声かけづらくなったじゃん。でしょ？和道に声かけて配信サイトやってもらうには、これくらい必要なんだっていう、もう明確な契約ができたわけだから、自分の値段が決まったんだよ、B2C でやるとき。俺が C でビジネス。要は、企業からタイアップされるときに、これくらい金積まないと動かないっていう最低ラインができたんだもん。その額が結構でかいから、ああ、ありがてえわっていう。突っ張れるじゃん、こっちも。いや、僕、こういう契約で動いてるんでって言えるじゃん。おはよう、マメリーさん。いくらかは言わないよ。まあ、ふわっちのおかげだよ。俺はふわっちメインでやるっていうのは変わってないから。ふわっちメインでやってく。逆に言ったらさ、俺が有名になればなるほどさ、フワッチにも客引っ張ってこれるわけじゃん。相乗効果があるわけじゃん。だからそこは会社同士の戦いだよね。だから、新しい会社の方もフワッチより稼げるって思わせないといけないし、フワッチは逆に運営しっかりやってれば、俺がフワッチに戻ってきたとき、そっち側の人間に、フワッチの方が稼げるってなるわけじゃん。だからそこは企業の戦いだから、俺が口突っ込むところじゃないよ。いや、ビジネスの話なんかしてないよ、俺。一個人事業主だから、俺は。配信者。ただの個人事業主。
でもこれから配信会が流れが変わるっていうのは体感でわかる。なんでかっていうと、みんなはさ、一リスナーとして見てるわけじゃん、業界のことを。だけど、俺の場合っていうのは、トップが何を仕掛けてるのかっていうの、情報がバンバン入ってくる。さらに、便所太郎さんとか、深夜っちょとかさ、誰だろう、有名配信者、ヒカルくんとか、繋がってるわけじゃん。だから、どっかから話来たっていうのが LINE で来るのよ。だから、ああ、そういうサイトもあるんだ、とかさ。もう、要は、業界のトップにいるプレイヤーたちとつるんでるから、今どうなってるのかが見えてるのよ。配信会大きく変わるよ。配信会大きく変わる。逆に俺も情報流してるしね、深夜庁とかにね、こういうところから来てるけど、深夜庁もやらないとか言えるし。いや。ありがたいよね。今のうち、Facebook とか5000人限定だから、LINE とか Facebook って5000人しか繋がれないから、もしよかったら今のうちに繋がっといてよ。もう5000人満杯になっちゃったら、フォローっていうか友達申請すらできなくなるから、今のうちに繋がってもらえるとありがたい。絶対有名人になるから、俺。億万長者に一歩一歩近づいていくからさ。応援よろしく頼むよ。配信者はまあ企業でやってる人は少ないと思うよ。予算とか。ね。あとやっぱりさ、リスナーさんからお金をもらって生計立ててたわけじゃん。企業からもらえるっていうのはでかいよね。銀行とかに信用ができるわけだから。フォローありがとう。フォローありがとう、ゆうきさん。いや、俺はやるからにはやっぱね、自分が目指してるところ、億万長者っていうのには絶対なりたいから。フォローありがとうね、ゆうきさん。まあみんなもさ、俺が有名になればなるほど鼻が高いわけじゃん。いや、俺つながってるよ、 LINE でとか、電話かけるとか言えるじゃん。何かしらの SNS はつながっておいた方が得だと思うよ、今のうちは。まあそうだね。コラボっていうか仲間は大事だよ。同業は。同業をないがしろにするやつっていうのは絶対廃れるから。絶対廃れる。ねえ、3年間ね、応援してきて、鼻が高いでしょ、ミュールなんか。もう、みそかその頃から、インディーズの頃から知ってるわけだ。インディーの頃から。じゃあ、すいません。皆さん、アイテムタイムをしたいと思います。2分間爆音で音楽流すので、1時間に1回、アイテムをもらう時間を作ってます。もしよかったら面白いなと思ったり、応援したいなと思ったら、風船1個でも構いませんので、僕に、チップをください。それではアイテムタイムスタートです。よろしくです。あ、今川杉咲さん、風船ありがとうございます。今川杉咲さん、風船ありがとう。にゃー、隠れ熊の実ありがとう。限定アイテムありがとう。ありがとうございます。レクシー、ハートありがとう。ミュール、風船ありがとう。エンペラーペンギンありがとう。マキル、ありがとうございます。ケンさん、バーガー3個ありがとう。ありがとうございます。みんなありがとう。にゃー、バーガープレゼントありがとう。まゆにこさん、風船ありがとうございます。マメリーさん、ハートありがとう。マメリーさん、ハートありがとう。ありがとうございます。お気持ちでいいんで、アイテムよろしくお願いします。みーすけさん、チンアナゴ5個ありがとう。かずみさん、バーガープレゼントありがとう。ゆうきさん、ハート5個プレゼントありがとう。まきるさん、チンアナゴプレゼントありがとうございます。みんなありがとう。アイテムありがとうございます。おい、海もんさん、花火ありがとう。花火いただきました。海もんさん、花火ありがとう。よろしくお願いします。ニリエルトゥオーデルシュバンクさん、パフェありがとうございます。ニリエルトゥオーデルシュバンクさん、バーガー10個ありがとうございます。ありがとう。アイテムありがとう。ネリエルトゥオーディルシュバンクさん、パフェプレゼントありがとうございます。
海もんさん、パフェ5個ありがとう。アイテムありがとう。それでは雑談したいと思います。みんなありがとう。ネリエル、ネリエルトゥ、あ、ネリエルトゥ、オーデル・シュバンクさん、バーガー10個ありがとう。これあれだよね、ブリーチのキャラクターだよね、多分。ネリエルトゥ・オーデル・シュバンクって言うんだ。知らなかった。ネリエルトゥ・オーデル・シュバンク。ありがとう、みんな。今日何やろっかな。今日はまったり、まあ、一日潰すか。うん。雑談三昧かな、今日は。今日は雑談、雑談、雑談でいこうかな。いや、おかげさまで生計立てて、うん、生計立たせてもらってるんでね。おはよう、タンタン。楽しんでってね。おはよう。今日金曜日？金曜日だね。あ、LINE フォローありがとうございます。LINE フォローありがとう。あとスタッフ募集やんないとね。麺つゆ買いに行こう。なんか小映えが湧いてる。小映えが。Facebook も友達申請ありがとう。 Facebook ありがとね、友達申請。スケボースノボとかやったことないかな。かっこいいよね。運動神経悪いからさ、俺がやったことないかもしんない。はい、カバチさんフォローありがとう。車欲しいな、俺も。今 BB って売ってんのかな。おい、サボちゃん、岩飛びペンギンありがとう。俺これ好きなんで、岩飛びペンギンが一番可愛いよね。あのスーパーハードの CM でやってなかった。スーパーハード、ララ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 、スーパーハード、もうペンギンかわいい。あとウミガメって飼えないのかな、ペットで。ウミガメがめちゃめちゃかわいかったんだよね。
岩飛びペンギンありがとう。ウミガメ超可愛かったんだよね。コンビニ行ってきた？おかえり。絶滅危惧種だから無理か。飼っちゃダメなんだね。ワシントン条約で保護されてる。ほう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 。購入もできない。あ、ダメなんだ。おお、全然久しぶり、ワコツ。若い人はわかんないよね、スーパーハードの CM で。マキル岩飛びペンギンありがとう。なんかこれ、おお、ボーナスゲットありがとう！ボーナスゲット！ボーナスゲットありがとうございます。ありがとう。なんだろう、これ、ボーナスって。なんだかわかんないけど、ありがとう。なんか揃うとね、もらえるらしいよ。何が揃うともらえるかわかんないんだけど。コスタリカか、いいね。アカプルコってどこだっけ？アカプルコ。俺、アカプルコも行ってみたいんだよね。コスタリカ。アカプルコってどこだったっけな。今のは、なんか、何かアイテム揃うと、得点が。おー、イルカありがとう！ 3 倍だ！しかもさ、すげえすげえすげえ。連続で3倍だよ、海もん。海もんさん、イルカ3倍プレゼントありがとう。ポイント3倍ゲット。ありがとね。海もんさん。ペンギン3つ揃うともらえるんだ。へえ、メキシコね。アカプルコ。同じペンギンが3つ揃うとボーナスゲットなんだ。ありがとう、教えてくれて。ありがとう。メキシコの昔の観光地で今はサンビレちゃって危ない。サビレちゃって危ない。この前の石野とさ、YouTube で対談やったんだけど、結構面白かったね。ああいうなんか、しっぽり対談もいいかなと思って、YouTube にアップしてこうかな。なんか、配信で、やっぱコメント読むと、なんか無理なんだよ。そういう雰囲気にならないけど。なんかね、仲間内でね、飲みながら、2時間ぐらい対談するっていうのを YouTube にどんどん上げてこうかなとか思ってて、今。結構あれは楽しかったね。まあ、見てて楽しいのかどうかわかんないけど。ああいうのはやりたいよね。デンバーいいんだ。デンバー。海もありがとね。たくさん。YouTube だって今50万再生超えたかんね。すごくない？累計、要はチャンネル登録812人しかいないのに、動画の数が多すぎて、動画たくみさんが上げまくってくれてるから、50万再生超えたよ。あれはね、居酒屋だよ。居酒屋。個室取った。はい、ミュール行ってら。いやー、これからだね。本当にね。頑張らんと。あとね、石野が家賃払えなくなっちゃって、浅井さんの家に住むかもしんない。だから石野との絡み増えるかもしんないわ。石野も、住むかもしんないって、ホームレスに戻るかもしんないって言ってたよ。浅井さんに伝えたら部屋が1個空いてるって言ってたから。で、石野歓迎するって言ってたから。で、石野に伝えたらお世話になるかもしんないって言ってたから。今月末に家賃払えなかったらさ、来るって。浅井さんの家。浅井さんがホームレス用に家を、自分の家の隣の部屋を借りたの。で、そこに石野を住ませたいって言ってたんだけど、ケンちゃんっていう人が住んでた男の人が、ケンちゃんが。で、ケンちゃんは生活保護を受けていなくなったんだって。だからもう、それ石野流れ来てるんだから、浅井さんの家に住ませてもらえよって。浅井さんも今人気配信者なんだから、相乗効果あるよってアドバイスして。いやー、なんか、俺はそんな予感がしてるんだよね。石野と2年ぶりに会った時に、すげー楽しかったし、
なんかこれは相乗効果絶対あるなと思ってて。今日もいい天気だね。うん。ああ、いい天気だね。今日も。いい天気。てかさ、俺さ、あの、岩井俊二のあの、スワローテールバタフライちょろっと見たんだけど、まだがっつり見てないんだけど、かじって見たんだけど、全然イメージと違ったんだけど。なんか、全然想像してた映画と違ったわ。うん、ちゃんと DVD 借りてみたいんだよな。あと昨日ね、あのカメラ屋さんに行ったんだけど、やっぱこれ欲しいな。これハンディ、ハンディ、もうそろそろ映画に、映画も見えてきたから俺撮るよ。映画見えてきた、撮ろうと思ってる。やっぱこいつがないとダメだ。こいつが、でも欲しいやつが結構高いから金貯めないとな。20万ぐらいすんだよ、やっぱ。これ。行くぜ、攻めるぜ。あとあれだよな、MacBook Pro も買わないといけないし。ねえ、すごい映像も綺麗だったし、世界観が全然違ったイメージと。でね、やっぱね、あとね、のんちゃんはね、才能に敏感なんだよね。スワローテールバタフライ。普段もずっと後ろに寝てるだけなんだよ、のんちゃんって。本当に寝てる。寝てるだけなの。ずーっと寝てんの。だけどね、スワローテールバタフライ流した瞬間にむくって起きて、ここに座るんだよね。で、じーっとボケーっと見てた。だからね、のんちゃんは才能に敏感だなって本当に思ったよ。うん。アート系っていうか、まあ、美大生で。まあ、のんちゃんの絵見たことない？クソカスカオス。今飾ってあるから見る？まあ、これものんちゃんの絵だよ。これ気に入ってんだけど。これのんちゃんのメモ紙に描いた絵で、すごい気に入ってんだよね。これ何って聞いた？新宿だって言うんだよね。のんちゃんから見た新宿はこう見えるらしい。かっこいいよね。これすごい気に入ってんだよね。かっこいいよね。のんちゃんの絵持ってこようか。ちょっと待って。まあ、クソカスカオスもアート系の人だもんね。どちらかっていうと。ああ、俺はほら。アーティストに憧れるけど、アーティストがよくわかんないから。あとこれ？これものんちゃんの絵だね。うん、これは鳥？飛翔、鳥を描いたんだって。なんか地図っぽいんだよね、のんちゃんの絵って。俺が見ると地図みたいに見えるんだよね。で、こっち側から見るんじゃないのって、こっち側の方が光沢あって綺麗でしょって言ったら、いや、こっちから見るんだよっていう。もう全然わかんないよね。そうそう。だから、のんちゃん絵描けばいいのにって思うのに。もったいないよな。才能。ねえ、才能があるんだからさ、才能は使わないと意味がないんだよ。で、ねえ、ババアなんだからもう死ぬんだよ、のんちゃんは。のんちゃんはあともう余命が短いわけだから、ババアだから。だから残された時間で何かね、炎の10年をやっぱ描くべきだよ。オーストラリアのオリジナルアートも、へぇ。いや、わかんない。のんちゃんはなんか、まあまあ、本人が描きたいかどうかだから、なんかそれは応援してるんだけどね。のんちゃんが絵描くんだったら、俺本気で応援するよ、つって。俺は好きなんだけどね。絵描きとか、音楽作ってるやつ、うん。あ、そんなのあるんだ。行ってみたいね。そういうところ取材に行きたいよね。ハンディ持って。やっぱ俺は、マイケル・ムーアリスペクトだから。芸術もったいないよね。まあ本人は本人で、やっぱ芸術家はさ、なんか苦悩があるんでしょ。俺らにはわかんない。そう、創作意欲が湧かないとかさ、なんかあるんだと思うよ。
まあ俺はその辺わかんないから、見る人が見ないとわかんない、うん、俺はさもう何でもかっこいいもんはかっこいい、ダサいもんはダサいで考えるから、うん、なんかねどういうタッチで描いたとかどういう技法でとか全然わかんないもん。なんかこう黄金比がどうとかさ、かっこいいもんはかっこいい、ダサいもんはダサい、戦略家っぽい。おー、いや俺アーティストの人はすごい好きなの、自分に全くない才能だから。アーティストに憧れてる節ある。食事間っていうの、食事間、瀬戸内、瀬戸内国際芸術祭、ちょっと待って、瀬戸内国際芸術祭、直島っていうの、うわいいね。え、草間弥生のあれがあるな、草間弥生のあの丸があるな、かぼちゃがすげえなこれ。いいね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 、かっこいいね。へえ、すごいねこれ。へえ、すげえわ。配信許可どうなんだろう、直島、直島っていうところにこのかぼちゃがあるんだ。へえ、え、ここいくらくらいで行けんだろう。え、でもさ街の風景にドンってやってんだから、これ写真撮れとかそういうことでしょ。それで配信許可取れねえってふざけんなよって、お前勝手にお前やってんだからよ、おめえの島の所有物じゃねえだろってなるでしょ。見て、あのね俺ね本当思うんだけど、店の看板があるじゃん、店に看板を出してて配信ダメの意味が分かんなくて、なあれだってあれ風景じゃん、だから写真撮っていいんだよあれって。だって店側は一般人に対してなんつうの告知をしてるわけじゃん、自分らから見せてるの。ベネッセが作ったんだ、だから所有物かどうかだよね。まあ俺は島に所有物があるっていうのが、土地とか島に所有物があるっていうのが、俺はなんか人間の傲慢だと思ってるけど。だってさ、地球なんだよ。誰かのものとか家賃を取るとかさ、不動産、あの、みんな知ってた？あの、家賃取ったら違法なんだよ、この国。知ってた？不動産でお金を得ることってこの国は違法なんだよ。知らなかったでしょ。厳密に言うと不動産で家賃収入とか取るの違法なの。なんでまかり通ってるか知ってる？みんな、この国の法律上は不動産とか土地でお金を儲けてはいけませんっていう法律が明確にあるんだよ。そうだよ。ただなんでこれまかり通ってるか教えてあげようか。罰則規定がないの。めちゃくちゃでしょ、めちゃくちゃでしょ、罰則規定がないの。そう。だから分かってるんだよ。本当は、その働いてない不労所得っていうのがいかに悪いことなのか。要は、もともとある地球のものでビジネスやっちゃダメっていうのは、要は、社会を壊すっていうことは分かってんだよ。頭のいいやつ。だからもうまかり通っちゃってるからできない。罰則規定がない。めちゃくちゃでしょ？いや、それがいいか悪いかを言ってるわけじゃないの、俺は。俺はそれが間違ってるとかいう話じゃなくて、そういう矛盾が面白いって話をしてんの。そこ誤解しないでよ。あの、家賃収入が悪いとかいいとかじゃないんだよ。あの、日本の法律上は罪なんだよ。やっちゃいけないことの。でも罰則規定がない。だからやるっていう、このカオスが面白いの。あるよ。そんな法律あるよ。うん。あるある。超カシミールは、ただ自分の無知をさらけ出してるだけ。調べてごらん。あります。不動産収入は違法です。石野が詳しいからカシミール、石野に聞いてごらん。あるって言うから。うん、確か石野から聞いたんだよ、これ。で、ソース出したもん。
あいつ。まあね、何だったっけな、何だったっけな、ちょっと待って調べようか。ね、何だったっけな。法律を見たのは確かだから、逆に反論があるなら調べてほしいんだけど、ちょっと待ってね。何で出したっけな。すんごいマイナーな法律だけど、あったよ。争いが絶えないね。ちょっと待ってね。なんで検索したら出てきたってな。土地基本法第4条だ。土地は登記目的で取引してはならない。うん。土地基本法第4条、調べてみてください。土地基本法第4条。で、カシミールは俺に謝ってください。ソース出したんで。はい。土地基本法第4条。謝ってくださいね。うん。土地基本法第4条。ちゃんとソース出したんで謝ってくださいね。ないって断言したんだから。うん、ググれ数ですよ。土地基本法第4条。土地は登記目的に取引してはならない。ただ罰則なし、うん。ちゃんとあったでしょ。うん、だから不動産売買も禁止だよね。登記目的だから。うん、だ、登記目的でダメなんだから。登記目的でダメなんだから。なんでそこで噛みついてくんだよ。バカなのかよ。ソースも出したじゃねえかよ。だからダメなんて書いてないでしょって言ってやってるってことよ。うん。あったでしょ、リーさん。そう。そう。だから土地の売買とか、家賃収入って登記じゃん。その不動産投資とか。全部ダメなんだよ。だからオーナーが誰かに貸すっていうことが違法なの。うん、面白いよね、法律って。いや、今でもやりまくってるでしょ。今でも全然まかり通ってる。なんでかって罰則がないから。別にやったところで捕まることも逮捕されるところも罰金もないっていう。うん、お、夜勤明けよ。おはようございます。ヒカルさん。お疲れ様です。俺は別にそれがいいか悪いかじゃなくて、この矛盾が面白いって話をしてるだけだから。っていうか昨日、クモン流と達彦ってスパーリングやってたって本当？本当？クモン流と達彦はスパーリングやったって聞いたんだけど、本当？はい、ワドツー、たくみさんおはよう。
パーリングやってたんだ。どうだった？ああ、どうもどうも。ワード2。どっちが勝ったの？どうだった？仕上がってた？どこでやってたんだ？見に行きたかったな。YouTube にアップされてる？どこにあるんだろう？見たいな。ミクキチさん、ワード2。おい、マスだよさん、おはよう。おはようございます。あ、まあ回線ね、重たいよね、相変わらず。っていうかね、ユーザーが増えたんだよ、爆発的に。だから対応がね、ゴテゴテになってるんだと思う。こんなに増えると思ってなかったんでしょ。あ、クモン流結構強い、やっぱり。タツヒコ相当強いかんね。タツヒコ押してた？あ、そう。タツヒコに聞いてみたいな、クモン流の仕上がり。タツヒコを追い詰めてたんだったら相当強いよ。うん。俺なんかタツヒコがちょっと本気出したら歯が立たないもん。クモン強い。あ、いいね、いいね、いいね。いいね。あ、そんなにいいんだ。え、それ動画誰か URL 持ってない？誰か持ってないかな。YouTube がわかんねえかんな。どうしよう。クモンの YouTube、 ちょっと待って調べるわ。どこにあんだ。 YouTube のリンクがねえな。はい、まいちゃんはどつ。あ、マスデオさん風船10個ありがとう。ありがとうございます。風船ありがとう。調べればいいんだろう。うん、まいちゃん風船の中ありがとう。どこだろうな。ないな。調べたけど出てこないね。ありがとう、海もんさん、花火ありがとう。ありがとうございます。見たいな。初飛行上がってないけどな。あった、ミッド打ち見ようか、ちょっとみんなで。モンリュウくんの TS にあるんだ。ちょっと待って、見てみようぜ。これかな？痛いよね、そんなに強いって言われてんなら。キックじゃないのか、ボクシングルールなキックルールなんだけど、とりあえず今はパンチの練習。そう。あ、スパーリングあった。1分30秒。動きいいな。こんな声出してない。これはあのシュートボックスアカデミーの煽り。
一発当たりだもん。俺の癖でパンチ打つとき、上半身を後方に反らしてる。スタミナがないの。スタミナがないの。顎下げろって。スタミナがないのと、ロー筋的、ロー筋的。どれ半身でローキックが直接的だから、右に反射がいいね。右回りの方がいいって言ってるけど、どうなんでしょう。ご遠慮、ご遠慮いただきたい。右回り、まあ、急に。アメリカ人が出ると安っぽくなる。デイブ・スペクターだからね、アメリカ人は。どうぞ、はい、すいません、はい。あと残り3日、4日しかないから、自分の好きな、やりやすい方向性でやった方がいいっていう、辰彦さんの見解です。ああ、まあ、辰彦。辰彦は画面で見てても入らないんですね。半身なんだね、すごい。打ち終わりのガードしっかり。サウスポーなんだ。左がクモンでピンクのグローブが辰彦だね。こんばんは、サウスポーなんだね。分かった。ただどれ相手だと右側にしないとダメだよ、マジで。あ、ジャブ早いね。ジャブ早い。やっぱクモン流もね、あれだからね、格闘経験者じゃないから、まあ、それはね、しょうがないと思う。ワンチャンスをつかむ。これ行きたかったんだけど、俺これ行きたかったわ。終わっちゃった。これもうないの？全然打っていいから。はい。こっち。これやり、俺行きたかったんだけど。泣きそうになってきた。これ無理じゃん。うん。テルチャンビンっぽいね、スタイル的にはね。でももっとフットワーク軽いような気がする。あ、アメリカ人入ってたんだ。アメリカ人はね、病気を持っててなんか作れないんだよね、体で。スピード感あるね。アメリカ人、あれ、運動しちゃダメなんだよ、本当に。なんか病気なんだよね。辰彦痩せたな。辰彦こんな体絞ってんだ。すげえ痩せた。アメリカ人さんは運動しないんですか？運動したらね、救急車呼ばれるかもしれない。閲覧と練習どっちがメインなんだよ。閲覧だよ、私は。もうちょい画角下なんだけどな。もうちょい画角下。これどこでやったんだろう。あ、どうもザックさん、よろしくお願いします。皆さん見ててください。画角が悪いね。これ第2回ないの？教えてもらえないの？もう時間ないじゃん。まあまあ徐々に徐々にね、やっていくんでね。俺も行きたい、これ楽しそう。あ、辰彦うめえな、内訳。辰彦うめえな、やっぱ。どれのキックはすごい特徴がある。直線的にかけるから。あ、そうなんだ。辰彦うめえな。あ、バンコクから見てるんですか。いいっすね。サーディーカープ、サーディーカープ。ジンジティダイヌジャック。大丈夫かな、そうだったな。ごめん、素人目の意見だけど、あまりよけれてるようには見えない。これ全部当たってる、うん、全部当たってるって。辰彦うまいな。今だ今だ。これ見たい、俺生で見たかった。画質悪いのもったいねえな。高画質で撮ってあげるのに。うん。いや、俺はやらないよ。勝てるわけねえんだから、この二人に。分かってるよ、自分の実力ぐらい。いや、そらたん遠慮しないでどんどん打っちゃっていいよ。内訳が嫌なんだよ。打てないんだよ。辰彦がドレさんっぽく動いてる。辰彦全部スウェーだけに変えてみて。あ、ドレさんっぽい。いいの入ったよ。全部スウェー、全部スウェー。ドレさんっぽい。ドレさんスウェーうまいかな。ドレさんスウェーバックが超うまい。確かにスウェーに慣れといた方がいいよな。私のサムネはあれだもん。いいね。そらちゃん体操屈した技早押つって。あ、スイッチなんだ。クモ。誰がローキックを打つのを真似したらどっちに回ったら楽、わかる？あ、俺も行きてえな。さつドレさんのローキック真似しながらやってよ。オッケーオッケー。まあ身長差あるからな。辰彦の身長で慣れると、いや、うずくよね、やっぱね。
じゃあ達彦に言ってんだけどね、スパあるなら呼んでくれって。格闘枠っていうか、クモン竜っていうこの白い T シャツの子がドレさん戦うんすよ。練習枠だと思う。ただまあドレさんの蹴りとパンチを一回もらわないとわかんねえかんな、こんな重てえのかっていう。めちゃめちゃ重てえかんな。早いし多分すげえ面食らうと思うんだよね。一撃でもう繊維喪失するぐらい蹴りを持てるんだよ、うん、体重ね多分60何キロだと思う。いや重たいなんてもんじゃないよ本当。光くんも俺も膝壊したんだもん。俺とじゃあドレさんのスパー見る？俺とドレさんのスパーどんだけボコられたか、どんだけボコられたか。あれ最後の日だっけ？あれ俺とドルさんやったの最後の日だよな。これだよな。あ、ちょうどだ。どんだけボコられたか。よろしくお願いします。当たんないでしょ。ナイスロー。当たんないんだ。内割り内割り内割り危ない。あの半身で後ろにスウェーバックがめちゃめちゃうまいのドルさん。音聞いた？音聞いた？一発で心折れたでしょ今。聞いた？みんなバゴっつってうわっつって心折れたでしょ今。ちょっと今で笑うわ自分で、自分で笑うわ、うん、心折れた瞬間の顔見た、うん、ちょっと待って、俺も面白かったな今。心折れた瞬間ね、ドゴ、うん、っつってこの後で攻めてたのに一発で。いや今めちゃめちゃ痛いから、俺これで足を壊れたんだもん。ここ。音が違うでしょ。心折れるんで。これですよ。いやもうそ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 う、スナップが効いてるからやばいでしょ。いやダメですよ、だって俺より軽いんだよ。これがゲーム。いや久々に思い出したわあの人の強さ思い出したわ。いや痛くないよ全然。ドレさんはもう鍛えまくってるからやばいでしょ。だから俺は知ってるからあの人の強さ。負けてもいいから前歯折ればいい負けてもいいんだよもう。そうドレさんにもう一泡吹かせるだけでガチでしょ。その後見る、その続き見たかったら流すけど、続き見る、どれだけボコられたか見る。ただもうもはやいじめの域に入るよこっから見たい。最初から流す全部。いや全然いい感じじゃないよ、ボッコボコにされたんだから。最初から3分間流すじゃん、最後まで。見たい人手挙げで。だ死ぬぞ本当にマジきついかんね。見たいじゃあ最後まで流すか。うん、じゃあじゃあその前にモンちゃんのセクハラね。オッケー分かった、じゃあ流すわ。音楽流したり余計なことするやつがいるかな。じゃあ行きます皆さん。
僕がボコられるのを楽しんでってください。じゃあ最初から流そうか。いやー、3だよ、そこは。まあ、今日最後ですからね、あと体休めるも。ファイターとしては本当に尊敬してるから。まあ、明日は去ってるよ。やれるなら。あ、俺準備いきます。これは、最後のスパーリング。よろしくお願いします。金的も流してもいいよ、全然。超かっこいいよね、モンちゃんの。プロボクサーってこういうことなんだ。いや、めちゃめちゃ痛いからね。あのね、芯に来るんだよね、重いから。芯に骨がね、折れるんじゃねえかみたいな。骨折れたっしょ、みたいな。自分から蹴ってくださいって言ってるから、もう全然詰めて詰めて。1分から、はい。いただきます。まだ詰めて詰めて詰めて詰める詰める詰める。下向かないですよ、下向かない。意識が飛ぶアッパーね。意識が飛ぶアッパー。再開します、54秒。いや、もうせい。桃缶ガードしないとこうなります。いやー、クモンリュー頑張るよ。強えぞこいつ。めちゃめちゃ重い感じ。場外、場外ね。ダウン4回目場外。再開します。いや、強えぞ、こいつは。詰める、詰める、詰める。押す。詰める、詰める。詰める、詰める。顔を上げる。めちゃめちゃ痛い。ガード上げたら当たらない。場外。場外2回目、5回目のダウンだから。やべえ！まだだろ。残り16秒。3割ぐらい。2割か3割ぐらいです。俺フルコンカルデじゃないですよ、僕は。じゃあ、お口直しに、お口直しが必要だから、モンちゃんの、ミット打ちを見ようね。お口直し。まあ、これくらい強いですね。歯が立たないです。俺は何もやってない、ど素人。やっぱこれだよね。
あ、でかい人は総合格闘技とかボクシングとか全部もう25年ぐらいやってる。もう柔術から何でもやってる。格闘バカですよ。格闘バカ。いや、モンちゃんかっこいいよね。いや、青春だったね。いや、楽しかったわ。この後、ヒカルくんもボコられるかって。ヒカルくんもボコボコにされるかって。ヒカルバーサスどれ見るかじゃ。のんちゃん、のも、もんちゃんね、もんちゃん左利きでオーソドックス。あれ、まあこの動画はあの YouTube に上がってるんで皆さん見てください。それぞれで YouTube 見てください。イモンちゃんだね、もんちゃんって呼ばれて改名したんだよ。もし気になる人は YouTube にあの乗っかってるんで、僕のチャンネルに見てください。特にクモンリュウは見といた方がいいよね。あのドレさんのファイトスタイル全部出てるから、捨て頃だけじゃなくて、いや相当強いよ、相当強いよ。一発ダウン取ったらもう大勲章だよ。人は吹かせることができたら、だってね、こんだけスパーリングやってこんだけねやってんのに人はもう吹かせてないんだもん。1ダウンもないんだよ。ドレさん気づいた？この数ヶ月間配信でさ、スパーリング何回やってきたか。1ダウンすらどころか1クリーンヒットもないの。あった？1クリーンヒット。金的いいよ、もういいよ、もうみんなで自由に見てくれよ。チャンネルに載せてんだから動画。全動画あるでしょ。もんちゃん便秘なんだ、知らなかった。おはよう、ヒトラさん。アイテムありがとう。ヒトラさんありがとうね。ありがとうございます。ね、便所太郎さん、ルールにもよると思う。スタンディングだったら多分ドレさん余裕で。あの、やった感覚ね。で、総合なんだよ、便所太郎さん。でもドレさんも総合なの。ただ俺が総合の強さがわかんないから。で、便所太郎さんでも頸椎捻挫してて握力ないの、左手。な、相当不利だと思うよ、便所さんは。だ、前世紀の便所さんだったら便所さんじゃない？おはよう、アメリカ人。ていうか、なんでおめえ誘ってくんねえんだよ。あんな面白いことやってて。スパーリング俺も生きてんだけど、どれがいないんだったら。アメリカ人、もうやんないの？あれ。スパー。呼んでよ。どこでやったの？あれ。俺も行きたかったわ。いや、すごいよね。歴代3位だもんね。でも、なんか、これが抜いたらしいよ。アクティブ歴代4位になっちゃったって、これこれピンで捨て頃芸人全員やられるっていうね。昨日誘おうかと思ったんですけど忙しいって聞いてたので。ああ、そうなんだ。違う、俺は楽しいことを優先するから、楽しいことは誘って。あれ LA だったんだ、ロサンゼルスだったんだ。さすがアメリカ人だね。楽しいことは誘って優先するから、ワクワクすること楽しいことはもう絶対呼んで。なんで行きたかったの？今日やんないの？もうやんない？あれやるんだったら誘ってほしいわ。拾って。ていうか昨日海宝とロハコさんのコラボもあったよね。あれどうなったんだろう、盛り上がったのかな。
ねえ、見たいよね。生で見たいし、高画質で俺撮るから。そしたらメリットあるでしょ。いやー、行きたかったわー。行きたかったわー。え、もうやる予定ないの？アメリカ人、あれ。もう終わり？達彦を呼ばないと練習にならないので達彦に聞かないと。あー、予定はないんだ。じゃあ未定なんだ。いや、達彦がやるんだったら俺行くよ。あんな面白いの呼んでね。絶対呼んでね。何を優先してもあれは見たいわ。普通にどれじゃねえや。クモン竜強えじゃん。マジかよ。明日やろうと思えばみんなに聞けば、自分は明日ならできます。やるんなら行く。全部の予定をキャンセルしてでも俺行くわ。めちゃめちゃ面白そう。生で見たい。あんな低画質で見たくない。あんないいファイト。俺のカメラで高画質に撮ってやるわ。高画質芸人だから高画質芸人だからさ。見たいよね。みんなも見たくない？高画質で。あれは プロモーターじゃないよ。俺全然、俺関係ない。部外者。俺もうどれと割れてるから。うん、聞いてみて。あんな血湧き肉を踊るイベントがあったとは知らなかったわ。お、いっちゃんだ、おはよう。いっちゃん、おはよう。腹減ったな、何食おうかな。おい、ワド2、熊の実ありがとう。そうそう、ドレさんと喧嘩したん、俺。もうドレさんの企画には絡まないって決めたから。アナゴか、アナゴありがとうね。隠れ熊の実じゃないの、これは。アナゴなの。アイテムありがとう。いや、全然ジャックさん謝んないでいいよ。うい、ジャックさんハートありがとう。あ、チンアナゴなんだ。水槽っていいよな。クモン式アキラッパは大丈夫みたいです。あとは達彦次第ですね。やだよ俺、達彦いなかったら俺絶対スパーさせられるじゃん。やだよ俺、達彦が呼ばれなかったら和道さんやりましょうよって流れじゃん。必然的に絶対行かないよ俺。そんなの絶対行かないよ。達彦が行かないんだったら行かないよ。だってさ、達彦がいなかったらスパー相手アメリカ人もできない。くも、ねえ。誰もできないじゃん。俺やらされんじゃん。やだよ、俺。
シレンおはよう。チンアナゴ10個ありがとう、ミースケ。ありがとう。やだよ、俺。あんな強いのでやんないよ。恥かくだけなんだから。うん。はい、クマロウ。はよう。よいよう。やだ、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 やだ。絶対勝てないもん。やだよ。絶対そんな無茶ぶりやだよ、俺。俺はカメラ生で見たいだけだから、クモン竜の戦いを。生で見たいだけです。やめてください。うん。あ、そうなんだ。見出して10日なんだ。もしよかったらフォローして、ジャックさん。フォローボタンを押して。俺の、左下に顔のマークあるぞ。それを押すと、左下のボタンを押すとフォローってできるから。いやいや、勘弁してよ。いやだって。いや、俺は見たいの。カメラを撮りたいの、こうやって。なんで俺がやんだよ。俺の弱さ知ってんだろ、お前ら。胸を貸すじゃねえだろ。どう考えても向こうの方が強えだろ。俺だってバカじゃねえんだからわかるよ。3ヶ月やったんだから。やだよ。絶対やんないよ、俺。あんな強いやつと。いくつだよ ?24 だろ。やるわけねえじゃん、本当に。いや、大手じゃないって絶対やんないから。絶対やんないよ。うん、絶対やんないよ。うん、うん、やらねえかんな俺は。うん、あ、やべ、ジャブ遅くなってる。ジャブ遅え。びっくりした今。1ヶ月サボるとこうなるんだ。ジャブ遅う。びっくりした今。ジャブ遅え。遅い。あ、やばいな、これ。びっくりする。遅っ。こんなに変わるんだ。遅い。遅いわ。バンクルバセはあるよ。あるけど、やっぱりね、強いやつが勝つんだよ。相性の問題なんだよ。やらないぞ。やらないからな。絶対やらないからな。うん、そうだね。これはピッコロさんからもらった。ピッコロさんじゃないから。ピッコロさんからもらったから。ピッコロさんから。うん、やらないっす。うん、まあ、辰彦が来れるかどうかでしょ。あとは。辰彦とはちょっとやりたいけどね。辰彦とはちょっとやりたい。うん。ジャックさんフォローありがとう。久々。じゃれ合いたいね。辰彦は手加減してくれる優しい男だから。辰彦は空気が読める男だから。やべえな、こんなにスピード落ちるんだな。手応えが全くないもん、ジャブの。練習しないとダメだな。捨て頃またボコボコにされるぞ、俺。金曜日か。座ってるからかな。立ってやってみようかな。立ってやってみる？じゃあ。いや、すげえパンチ遅くなってる。おお、海保おはよう。海保昨日どうだった？うまくいった？ジャブやってみようかな。いや、あのね、太ったし運動全くやってないから相当鈍ってるよ。もともとうまくはないけど。見える？あ、ほんとだわ。座ってるからだわ。大丈夫だ。
けるな。いけるわ。大丈夫だ。大丈夫だったわ。ああ、任せてくれよ。いけるいける。腹減ったな。早すぎて見えなかった。うん。マッハ。和道マッハ高光だからね。和道マッハ高光。そうだよ。あの、息を吐いてる音ね。いやいや、クモン流の相手はしないって。しないっつってんだろ。なんでわかんないんだよ。やらないよ。カメラマンで行きます、カメラマンで。あとほら、俺風邪ひいてるから。じゃあすいません。2分間、音楽流すので、風船1個でも構いません。応援してくれる方はアイテムお願いします。2分間音楽流れるので、BGM に乗っかってアイテムをください。お気持ちだけで結構です。それでは行きます。アイテムタイムスタートです。2メーター以上。2メーター以内に近づかなきゃ大丈夫。かかってこいよーっつって。えい、チンアナゴありがとうにゃー。チェリーミルクさん、バーガープレゼントありがとう。匿名さん、チンアナゴありがとう。マキルさん、パフェプレゼントありがとうございます。パフェありがとうね。クマロウさん、バーガープレゼントありがとう。ハッチおはよう。ハッチバーガープレゼントありがとう。セクシーさん、風船1個ありがとうございます。ありがとう、みんなアイテム。ケンさん、隠れ熊の実、プレゼントありがとう。ハチ、ハート2個ありがとうございます。ハチ、いつもありがとうね。おはよう。バンデーズラさん、バーガープレゼントありがとう。ジャックさん、アナゴアナ、ありがとう。ケンさん、バーガー2つありがとう。皆さん、ありがとうございます。あざーす。シロさん、風船プレゼントありがとうございます。ミーさん、チンアナゴプレゼントありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、チェリーミルクさん、風船10個プレゼントありがとう。仕事頑張ってね、ハッチ。バーガー、バーガーありがとうございます、ハッチ。お疲れ様でいい。頑張ってね、仕事。みんなアイテムありがとう。雑談戻ります。あ、風船7個ありがとうね、舞ちゃん。風船7個ありがとう。よいしょ。アイテムありがとう、みんな。ワドツ以外に出るとき、あ、いや、ないよ。じゃあ、俺、落ちるわ、みたいな。頑張ってね、とか、そんな感じで。ありがとう！花火ありがとう！ありがとうございます。花火ありがとう。
リンキンパークのボーカル自殺だってね、記事読んだよ俺、うん、記事読んだ、うん、はい、また来てね、ザックさん、うん、ありがとうね、バンコクから、ありがとう、ザックさん、またまた、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ツイッターとかもやってるんで、もしよかったら皆さんツイッターもフォローよろしくお願いします。はい、ブドウ糖先輩こんにちは、おはよう、おはようございます。シェスター死んだよ、シム、俺のツイッターフォローしといてよ、ニュースツイートしたよ、シェスター自殺、昨日首吊った、うん、マジか、来日公演なくなっちゃうね、これリツイートして、みんな死んじゃったね、はあ、悲しいよな、ねえ、俺はランナウェイが好きだったな、ランナウェイとかギブンアップとか好きだったな、いやー辛い辛いよ、結構マジでショックだもん、岩飛びペンギン、ありがとう、ありがとうございます。これって何、ペンギンの種類は選べるの、ペンギンはランダムなの、やたらみんな岩飛びペンギンくれるよね、ペンギン3匹、チンアナゴ5匹で480円、へえ。エンペラーペンギン、ありがとう、海門さん、ありがとうございます。岩飛びペンギンが可愛いよ、うん、何やろっかな今日。なんかプラモデル作ろうかな。なんかおすすめのプラモデルある？プラモデル作ろう。アマゾン行かなきゃ、アマゾンでちょっとプラモデル買おうぜ、プラモデル、東京タワーのプラモデルとかあるかな、プラモ、東京タワー、あー、レゴ、プラモデルとか作りたいよね、東京タワープラモデルあんまねえな、船とかもね、かっこいいよね、俺船はあんまりでも好きじゃないけど、いやプラモデルでドラゴンボールのマシンがプラモで出たんだよね、で欲しいなと思って買いに行ったら売り切れだった、あのドラゴンボールのブルマが作ったホイポイカプセルシリーズが今出てんだけど、ミニ四駆作ろうかな、それとも2、2、4駆、ミニ四駆、スピンバイパー、パールブルー、あ、フォローありがとう、まるさん。スーパーエンペラーとか。
っこいいわ。あの富士急ハイランドで限定で売ってたエヴァンゲリオンとかクソ欲しかったけどね。もうないのかな、出回ってないのかな。透明のエヴァンゲリオンが限定で売られてたんで絶対欲しいと思ったのに買わなかったんだよね俺。もう売ってないのかな富士急の。欲しいものはやっぱ速攻買うべきだよね。二度と手に入らない可能性があるから。売ってねえなやっぱ。やっと買えた。アイテムありがとう、バーガー。バーガー3個ありがとう。え、なに？バグで買えなかったの？キューピーさん今日いらしてないっすね、今日は。でもキューピーさん大体いつも最近だと、あの、お疲れ様でーすって言って、どうもーって言って、すぐロムっちゃうかな。うん。今日は来てないっすね、エミネムさん。忙しいんじゃないかな。謎の請求が iTunes ストアから来るからサインアウト。へえ。謎の請求。へえ。何なんだろう。リンキンパークのライブ3回リアルで見ておけたのが今、あーよかったね。うん。あ、いえいえいえ、全然全然。あ、つながってるんですね。うん。もう買い物するとき以外はログアウトしていく。あ、それがいいかもね。その方がいいかもしれないよ。うん。ねえ、なんか変な架空請求とか引っかかりたくないもんね。腹減ったな、飯食い行こうかな。何食おう。最近うなぎばっかり食ってる。マルムガネ全然かけるよ、リクエストがあったら。ここにあるから。でも度が合ってないかんね、このメガネ。でもこのファッションには合ってないと思うけどね、丸メガネ。絶対こっちの方が似合うって言われる。かけるよ。もう視力が全然悪くなっちゃってさ、こっちの方が見やすいの。黒縁、やっぱパンクファッションやるんだったら黒縁が定番だよね。ベンジョさんがね、メガネ遊びがすごいかっこいいんだよね。いろんなメガネ持ってて。かっこいい、なんかスタイリッシュとか。スタイリッシュとは違うか。かっこいいメガネいっぱい持ってんだよ。黒縁の方が似合うでしょ？うん。このファッションだったら、こういうザラザラパンクっぽいんだったら、シンプルに黒縁の方がいいと思う。
いや、珍しくないよ、これ。普通に安物ブランドのメガネだよ。ハルークっていう。丸メガネを探してたら偶然そこにあったから、ここで買ったの。安いメガネ。これは1万2000円ぐらいだったかな。レンズ込みで。あ、ベンジャンね。うん、ベンジャン珍しいメガネ持ってる。うん。腹減ったな、何食おうかな。格安メガネだったんだけど、レンズを非球面だかなんだかっていうのにしたらフレームが8000円。え、でもさ、昔メガネってもっと高かった記憶がある。俺メガネってもっと3万とかするイメージだったから、今ね、下手したら6000円ぐらいでメガネ買える時代だからいいと思うよ。カオシャンはどつ？カオシャンいらっしゃい。そう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 、小学生の頃とかメガネたっけーってイメージだったもん。俺さ、何が悔しいかってさ、目めちゃめちゃ良かったの。 2.0、2.0 だったんだよ。だからさ、目が悪くなったのすげー悔しいんだよね。なんでこんなに目悪くなったんだろう。家計かな。うちの家計ダメなんだよね。年取ると目がクソ悪くなる。ん？なんか音がおかしい。え？え？大丈夫？あー、乱視。そう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 。今じゃ 0.5 だよ。全く一緒。クソカスカオスと全く一緒だわ。うん、目悪いのやだよね。で、なんか目にコンタクトも入れたくないのよ。目に異物を入れるっていうのが怖くて、すげえやだ。目がいい人羨ましい。裸眼の信号わかんないな、危ないね、ちょっとね。おお、メリンゴいらっしゃい、アイテムありがとう。 0.4 のメキシコのビーチで7ヶ月のグッズ。あ、回復するんだ。回復するんだね。アナゴありがとう。でもなんか少年院に入ると目が良くなるっていう噂を聞いたことがあるんだよ。少年院に入ったら目治りましたっていうのをたまに聞くんだけど、絶対嘘だろうとか思って。そんなことってあるの？遠くを見るからだって言って。少年院にいると暇で遠くを見るから目が良くなるんです。いや、はい、はい、ちょっとダメでしょ。包茎、俺一回さ、あの火星包茎にリングが売ってんの知ってる？これ火星包茎の人しかわかんないかもしんないけど、ちょっと火星包茎の話させて。あの、火星包茎を治す矯正リングっていうのがあるのよ。違う、俺ね、っていうかね、火星包茎じゃなかったんだよ、俺。多分。
チンチンをいじりすぎて皮が伸びたんだよね。絶対そうなの俺。なんかね、最初にチンコ剥いた時はなんかもっとギューってしてたの、ギューってしてたの、もう無理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 ってなってたもんだって。いやの本当なんだよこれ。もう皮が無理無理っす無理っすって、剥けないっすってなってたの。だけど伸びたんだよ、皮伸びたんだよ。でリングもつけたの、3ヶ月間ぐらい痛かったけど。で治りかけたんだけど、ダメなんだよね、チンチンいじっちゃうんだよね。本当にもうだから無理よ、もう諦めたもん。いや見せらない見せない、バンになるわ。うん、いやなんでいじりすぎたんだろうね、やることなかったんだろうね。チンチンいじるしかやることなかったんだよ多分、悲しいことに。ねえ、なんでいじっちゃったんだろう。残念だよね。思春期っていうか、俺初めてオナニーしたの小学4年生で、でオナニーライフを欠かしたことは一回もないかな、そっから。うん、ライフワークだもんね。うん、ライフワークっていうほどかっこいいものかどうかわかんないけど。早いでしょ、小学4年生でオナニーするの早いよね。でもね、それこれ感動する話があって、俺オンなんつうんだろう、あの昔はビデオでスターチャンネルみたいなのなかった、ホテル旅館、家族が旅館で泊まってて、なんかホテル契約してて年に2週間無料で行けるみたいなのあったの、ホテル券持ってて。で立山のホテルに行くとスターチャンネルみたいなのがあったので、それを初めて見て、でハーハーしたのよ俺は。ハー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 して、で俺はよくだから分かってないのよ。でお風呂場で家に帰って真似をしてみたの、お風呂場で真似をしたら果てたのよ。なんかチンチンをいじってみたら果てたんだよ。でそっからなんかあのオナニーっていうものを覚えたんだけど、我流だったのね。ででもね、18歳の時にその初代スターチャンネルだかなんだかの女の AV 女優さんに出会ったの。俺を初めてオナニー覚えさせたきっかけの女の人に俺リアルで対面して、その人の部屋に泊まったんだよ。すごくない？別にエッチなことはしなかったんだけど、それ友達の彼女だったから、あなたのおかげで僕性に目覚めたんですよって。あなたの、だって自分の性の目覚めにね、きっかけになった人と出会うってなかなかないからね。俺感動したもん。あーって。あなたは、すごいでしょ？そのオナニーを覚えたきっかけの人にさ、俺、会えたかんね。びっくりしたよ、本当に。え、それ私だよって言われて。そこの話をしたのだから。オナニーどうやって覚えたみたいな話したのよ。下ネタトーク、友達と、友達の彼女と話してたの。そしたら、え、私だけどそれって言うのよ。ファって、じゃあ、覚えてなかったの、整形してたから。整形してたから顔違うのよ。そしたら、その、みんなでオナニー覚えた話で盛り上がって、俺の番が来てこの話したら、いや、それ私なんだけどって言われて、なんか古いアルバムをごっそり持ってきて、この顔でしょって言われて、はぁって。先生ってなったもん。先生お元気でしたかって。だから7年ぐらい前の話だよね。その当時で。あ、ねえ、びっくりしたよ。六本木。人生何があるかわかんないよね。いや、世間って狭いよ、本当に。意外な人と意外な人が、くっついてるから、つながってるから、本当にびっくりするよ。何、もう本当世間狭い。いや先生でしょ、先生でしょ、どう考えても。
いや腹減って何にも考えらんねえわ。腹減りすぎだわ俺。めちゃめちゃ腹減った。何食おうかな。あそこ行こうかな。あの桜水産とか行こうかな。サラリーマンのふりしてさ、なんかランチタイムサラリーマンと戯れてこようかな。西新宿ってオフィス街だから安いランチがいっぱいあるはずなんだよ。500円とかでワンコインで多分クソうまいもん食えるんだよね。そう、なんかサラリーマンのふりして、なんかちょっとサラリーマンと一緒にご飯食べてこようかな。いやそういう楽しみができるのはやっぱニート、ニートっていうかこういう自由業のいいところだよね。めっちゃ混むよ。めっちゃ混むけど安くてうまいもん食えるんだよ。めっちゃ混むよ。バカみたいに並ぶかんね。なんなら、なんなら並ぶよ。だから今が、今行くのが一番いいんだよ。この昼前、もしくは昼後、ランチタイム外れね、うん、ここが狙い目でしょう絶対。今でしょ。じゃあ俺ご飯食ってくるわ。ありがとうねみんな、みんなお疲れ様です。ご飯食ってきて、夕方放送するか、まああの達彦とかの件明日っつったか。うん、ちょっとご飯食ってくるわ。うん、あ、わかるわかる、いいよね、いいよ。あ、いい、いい趣味、いい趣味。俺もよくやる、あの勝ち組を意識してね。俺もよくやるそれ。じゃあみんなお疲れー。ありがとう、アイテム。アイテム8000円までもうちょいだから、ちょっとアイテム投げてもらえると嬉しいです。あと数百円。あと90、あと82円欲しい。あと82円分アイテムください。82円。ありがとう、アイテム。ありがとう、チアナゴ、ありがとう。あと50円。あと50円かな。あ、ありがとう、8000円いった。ありがとう。OK です。ありがとうね、バカ10個ありがとう、ハートありがとう、レッチチェーンアドのマギルありがとう、ありがとう、匿名さん、岩崎ペンギン、海門さん、フンボルトペンギンありがとう、メリンコ、風船15個ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、エンペラーペンギン、 Thank you。 みんな良い一日を。アイテムありがとうね、みんな。岩崎ペンギンありがとう、まいちゃん、風船ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。